東洋食肉からのパンですか。です。東洋食肉。東洋食肉って何でしょうね。え？まあ食肉を扱うちゃんとした会社やろ。はい。調べてきます。はい。いやいいよ。まあ宣伝してあげてんで。宣伝してなんか CM 来るかもしれないし。何か。やっぱ何かにはつながるから、はい、やっぱりね、はい、あのゴルフショップとかも宣伝してあげて、ね、ビクトリアねビクトリアゴルフ、はいはい、うん、皆さんビクトリアゴルフの方ね CM くれるならうちにくださいね。ゴルフ学校なんかに行かずにうちにくださいよ。はい、ということで、はいはい、今日はですね、ちょっとまあ、ごたがれに、はい、ちょっとなんか動画の素材を、はい、企画を献上してあげようかなと思いまして。そんな大きい話だった。はい、珍しいです、ね。いや、大きい話やろ。そのね、ちょっとなんとなくね、ほんまちょっと前にヴィンテージメガネというものに、はい、出会いまして、はいはいはい、で、あ、欲しいなと思って。うん、そういやなんかメガネにそんなヴィンテージとかがあるとかも俺あんま知らんくて、はい、で俺の高校の同級生がね、この間大阪単独帰った時に飯食ったんですけど、なんかヴィンテージメガネしてたのよ、はい、でそれなんなんみたいな、うん、って聞いたらこうでみたいなんで、おええー、なかっこええなみたいになって、はい、ちょっと俺も買おうかなと、うん、ヴィンテージメガネを、はいはい、なのでヴィンテージメガネを買う企画をお前らに献上したのかなと思って献上されてるっていうの、この撮影クルーの俺らに対して献上したってんのに、ええんやで、お前らなしで一人で行っても俺は。なるほど。でも、はい、な動画そのストックね、はいはいはい、ここで慢心したらあかんや、今ストック触ってる状態でね、え珍しく、ね、ストックなんかすぐ尽きんねんからさ。な、油断したらね、油断したらね、うん、来週何でんの。来週は名古屋、うん、マウントレーニア、うん、その後山買う、あ山買う、うん、めっちゃ溜まってるやん。かまいたちさん、かまいたちまだ決まってない。あ、まだ決まってない、うん、その後福岡、うん、あ、ほんまや、福岡でも2週取れてんねや。いや結構ありますよ、本当。1ヶ月以上あるってことね。あるよな、すごいっす、やばいな、やばいっすよ。その割には編集はいつも遅いけど。土曜日やけどな、上がってくるの。ね、まあまあ、まだ始まったばっかりが、そのストックシーズン始まったばっかりやから。何がストックシーズンが始まった、編集もストック入れていけや。編集のストックもできたらいよいよもう、確かにね、向かうところ敵なし。確かに敵なし、もう変えるわ名前、向かうところ敵なしチャンネル。変えるわ、ほんまに。ダッセ、向かうところ敵なしチャンネル。これあれですか、うん、この前の福岡でもちょっと見たりしたじゃないですか、うん、はいはいはい、はい、それなかったことにしようとして、どうします、どっちでもいいんすけど、手前についてんじゃないの福岡ね。俺も手前についてでもいいかなと思いましたけど、まあなかったことになってもいいような説明になった、まあ、それはありがたいなと思いながら今聞いてた、ね、そう、ほんまにそう、これが技よ。15年のね芸歴がなせる技よ、ね、うん、初めて言いましたみたいな感じでしたもんね。そのなんやねん、その毎回やってるブーメラン帰ってきたみたいなやめろよ。そのお前らに知ってたやろとかいうののブーメラン帰ってきたんじゃないから、これは。ちょっと俺がね、ちょっとヴィンテージメガネをね、ちょっと欲しくなって、ほうほう、でちょっといろいろ調べてたんですよ、俺独自で。へー、はい、独自の動きをしてたんですよ。はいはいはい。買ってなきゃいけないです。うん。買ってなかったら、そこまでやる。ほんで、まぁ、ちょっと中目で一見見に行ってんけど、うん、せっかくやから、ちょっと福岡にもなんかヴィンテージメガネの店あるってなったから、そうそう、ちょっと見に行きたいなと思って。へぇ、もう買いたいメガネはほぼほぼ決まってんねんけど。お、うん。それがあるかどうかっていう。なるほど。へぇ、なんでそんなに急に興味持ったんですか。いや、なんか単純に同級生がさ、はい、持ってたのよ。あ、かっこええなぁ、つって、で、なんとなく、俺も買いたいなとか思って。まあ、福岡にも同じもんが売ってたら、うん、まあええかなと思ってるけど、まああんまり
なかったから、やっぱその中目の店行こうかなっていう。前戻ってきた。はい、前戻ってきたっていう感じですよ。これでも今、福岡では、まだ店の中撮影できてないので、はいはい、今回、どうなんですかね、撮影。できへんかったら。できへんかったら。俺、ほんまに、やったら、7-3 でできへんじゃん。そうそうそう。やっぱメガネ屋さんってちょっと違います？いや、あのね、はい、なんかね、そういうの別にいらないんすよっていう人の感じもした。うんうん、なんか、なるほど、別にっていう、なんか。森さんもう入ったのか。俺入った。現物も見てるもんね。で、おそらく俺のことはもう知らんかったと思う。なるほどね。あ、一応喋ったね、はい。で、なんか、あれっすかみたいな。アメカジ好きですかみたいな。なんか、とか言われて、あ、そうなんです、みたいな、はい。古着が好きで、あ、僕も昔古着結構好きやったんです、みたいな話だけして、全然俺という認識なく喋ってたと思う。どういうお仕事されてんすかみたいな感じであったと思う。うん、なるほど。確か。お仕事的にですかみたいな、なんかそういう。そう、芸人ですみたいなこと言わなかった、うん、言わんよ、そんな。え、何ですか？そこ一回言っとけば、あ、森、調べて、あ、ね、いろいろやってんじゃん。ちょっと面白いことやってくださいとか言われて、いや。そんなん言う感じの人じゃなさそうやったよ、絶対ちゃうよ。絶対もう。あ、そうなんすね。なんか一発ギャグとかじゃあ。って言われたら嫌や。そりゃ嫌やわ。嫌やけど。そうか、でも森さんを知らないっていうのは結構一個またね、あれですね。ハードル高い。ハードルが。でも多分行った時に、あ、この間来てくれましたよねぐらいはあるかもね、もしかしたら。あ、え、ある分かる、森さんって認識せずに、まさかクソ YouTuber やったんですねこのチャンネルから入ったんや、うんうん、じゃあちょっとあのチャンネル登録お願いします言ってもらっていいですかYouTuber といえば何にも言わない、完成や、最悪、ここやったのに出えへんかな、うん、ね、渋いっすよ結構、そう、大丈夫ですか、ここしかないのよな、ほぼほぼ出えへんかな、これ一回入ります、無理、そうやね、このカーシェアリングのやつどかされへんかな、いやいや、それだって金払われへんもん、ね、無理か、なんか変な顔の差し方したあ、出る、あ、出る、お、出てくれる、オッケー、やった、出ます、あ、あ、すいません、アルダス、アイスやっぱ譲ってくれる人にはな、優しくしないとこれ YouTube 撮ってんすけどいいですか、あ、全然、そう見てます、何のお仕事ですか、お兄さん、僕あの映像関係って、あ、映像関係、冷蔵庫、あ、冷蔵庫、冷蔵庫、俺も映像関係、スーパーとかの冷蔵庫販売します、星崎とかそういう、え、いいですか、あ、いいっす、いいっす、やった、嬉しい、ありがとうございます、また何かあれば、はい、CM お待ちしてます、五反田ガレージです、知ってます、おい、ありがてえわ、あった、冷蔵庫関係でしたね映像関係じゃなかった、冷蔵関係やと思った、俺ちょっと冷蔵庫、星崎とかそういうあれですかね、星崎でええやん聞いといたら動いてたのに、星崎さんお待ちしております星崎なのかどうか、でですよ。で、ね、実は、はい、朗報が、はい、入りました。はい、こちら、ドーン！森川葵ちゃんから、写真集届きました。マジか。五反田ガレージに、五反田ガレージに、森田さん。あ、森田さん。うん。あ、だから五反田ガレージじゃなかったわ。俺にやわ。もしかしたら。うん、うひょーあー、大人になったね俺はあの、いつかこの恋を、いつ恋っていうね、はい、あのいつかこの恋をなんていうドラマやったか忘れたけど、うんうん、月9の、あの、ドラマから見てますから、うん、森川葵ちゃん、うん、本当にちょっとね、サイケデリックなこの役でね、はい、あ、やっててる頃から見てましたから、で、その森川葵ちゃんが、うん、見てこれ、あ、お、五反田ガレージ出してください、家は公開できませんがいつも見てます、マジ面白くて見せていただいてます、またよろしくお願いします、マジかって言ったインクがちょっとこっちについてる可愛い部分もあるはい、ねえ、
を言っていただきまして、皆さんこれエビピラフ、エビピラフ、エビピラフというね、写真集ぜひ買ってください。これうひょー、エビピラフみたいにちょっとこう思い出してもらえたらなみたいな、うん、なんかそういうあれですね。あ、そうなんや、役、役役っていうか、あの、もうお前今喋るなとりあえず、うん、皆さんこれ買ってくださいね。これいいよ、これは。でね、五反田ガレージに出してください、森川さんに。五反田ガレージね、うん、締めってことですか。そうですよ、うん、そうよ。でもまあ一言言うと、はい、あなたが出たくても事務所がダメって言うそういうもんなんだよ芸能界って、うん、そうなんすか。知らんかった。そうそう、舞い上がってたんだよ、舞い上がってた完全に俺と石尾さんはもうなんかてっきり古着でも買いに行けばと思ってたんですけど、うん、芸能界ってそうじゃない。あなた本人の意思では決めれないんだよ事務所が決めるんだよ、うん、でもありがとうございます。これもいただいてありがたいわ、ほんま。共演したりもしてるんですよね。あの一回ロケにね、あの01っていう番組でロケに一回一緒に行ったんですけどね、はいはいはい、いい子やったのよ。でそん時に五反田ガレージ見てますよって言っていただいて、で俺がすぐさま、なんで見てるんですかって言ったら、あの回見ましたよみたいな、あの関さんの、はいはいはい、あれってえ、キングルー好きですか、はい、大好きですなるほど。でもそれから見てってくれる、あ、はい、よかった。また入りはキングヌーだけど、はいはいはい、そっからあの見てくれてるっていうことですから、いや関さんに感謝よ、はい。関さんの家 DIY したわけなのかな、うん、モニカさんもね、うん、出てくれるってことですかね。じゃあ近づいて、だから無理やっなめんなよ芸能界事務所があかんって言うねでも関さん行けたらね、関さんのとこはもうロックやからええねんロックやから何でもええねん関さんとこは別に。あのあそこでね一回会ったじゃないですか、たまたま、はいはい、某場所でね、某場所で、うん、で声かけられて、うん、ここ森田さんって言って走ってきたもんな。そう、本当にね、抱きついてくんのかなと思ったあの走り方なあれこのスピードで来たら抱きつくんちゃう走ってきたもん見てるから僕らも。そうですね、なんかちょっと本当に出てほしい気持ちめっちゃ強いんですけど、うん、まあね、はい、親和性はあるよね、はい、うん、三つ国さんと西口よりはなあ、親和性のない人たち出してもらうから、親和性のある人を出さない。親和性の森川はじゃちょっとサブカルのね、はい、あの感じもあるから、はい、そっち出さないと。そのサブカルの感じあれサブやねんあれはカルチャーはないのよほんまに。あ、これ中目黒の商店街やね。こう あるんですよね、古着屋は一応。あ、こっちもあるんですよ。これよう行ってましたもん、こっちも。いい店ありますよ、あそこの商店街。へえ。やっぱ中目黒ってやっぱいいよな。なんかなんやろな、この上品やけどカルチャーがあるっていうね。うん。え？分からへん。ごめんごめん、なんか全然今あの噛み合ってないなと思ったけど、どうですか、あ、分からんねやと思った、ごめんごめん、まあ、そうやなと思いましたけど、なんかね、あ、そうかそうか、中目黒の話もできへんかお前ら森川さん森川さん今度中目黒について語りますあ、まあ確かに、これやこれやこれや、ちょっとここ確かに。ガレリア。いや、あ、隣か。ギグランプスっていう名前の。あ、こうじゃないですよ。ガレリアじゃなくて。ガレリアじゃない。ガレリアはイタリア料理屋です。うまい。どこ？試し屋。上、これの上2階なんですよ。うん、で、こっちに多分工房があって、はい、前行った時はね、まずそのドアが閉まってて、うん、で、あれやってないやんけってなって電話したら。工房から出てきはって、うん、みたいな感じ。へえ。で、一人でやった。看板ない、ない。看板ないのね。なんか横綱相撲よ。そんなとこがさ、こんなクソ YouTube 撮らしてくれんのかって。確かに。うん、ちょっと一回、うん、じゃあ俺だけで行ってみよう。わかりました。うんうん、そうですね。一回ね。確かに言わんとしてることはわかる。なんかね。うん、
いつもと違いますね。そうね、工房があるっていうのもあったね。確かに職人さんがやってる感じもしてる。 DIY の職人はいんねんけどな。うわ、こっちにも職人がいけた。いや、待って、 YouTube やってるんですって言ったら、なんか芸能人の方なんですかって言われた。それぐらいの認識でもいけたんやな。あ、芸人やってるんですよって言ったら、はい、かなと思ったんですよね。トークが軽快だったんで。そんな、すいません、これね、ギブラントさん、ギブラントさん、すいません、いいっすか、すいません、心よく OK してくれたら見て、おっしゃってください。店長さん、店長さんでいいですか。そうです、オーナーですよね。一人でやってはんの、ここをね。そう。で、前俺がここでちょっと一人で見に来たのよ。はいはい。で、その時にちょっとあれやったっすか。なんとなくそうかなと思ったっす。なんかもう、軽快なトークでした。雰囲気的に。そう、ずっと、もう俺は見てるだけやったけど、その日は。そう。で、まあその時にもう見てて、うん、まあぶっちゃけやけど、買いたい決まってんねんか。今から悩むわけで、ね、ない。決まってない程度行く。ちょっといろんなメガネ見たいですもんね。え、いろんなメガネ見たいし。まあ俺も一個だけ見ればいい。もう見たし、その時。でも、まあ、では、じゃあ、ヴィンテージ、まあ、言うたら、ヴィンテージの基本デッドストックなんです。うん、そうです、そうです。そう、基本デッドストック置いてて、で、まあ言うたら、一番有名なのは何なんですか。アメリカンオプティカル。タートル。タートル。タートルピカルっていうのは、多分、いまだに、サバエですよね。福井のサバエが作ってたりするんですよね。現行の復刻は、うん、日本で作ってるんですけど、うん、今、ヴィンテージは全部メイドイン USA。メイドイン USA で、この棚は全部あれですか、デッドストックですか。デッドストック、タートオプティカルですね。何年代ですか。50年代から60年代。これがね、いいのよ。で、あれっすよね、アーネルっていうのが一番、はい、言ったら出たというか、まあ、一番有名なモデルです。アーネルはどれですか。ちなみにアーネルはもうこの上から、ここの上から全部がアーネルっていうダイヤの形っすか。モデル名ですね。はあ、はあはあ、まあ俺が欲しいのはこれではないんですか。あ、そうなの。紹介してくれたんですね、今。その、そうそう、紹介、その手でね。なるほど。見てない手でやってるから、はいはい、うん。これちょっと一回見れますか。もちろん、もちろん、その色がいいです。え、買う気ないんですよね、それ。え、買う気はない。でも見てない手やから。でもちょっとつけたいやん、ちょっと。いや、いや、ぶっちゃけちょっとは迷ってんのよ。ああ、なるほど。カートにしようから、俺が本番欲しいのよか、うんうん、アメリカンオプティカルのスタジアムっていう、うん、種類があるんですよね、うん、モデルスタジアムというモデルが、うん、そうです。でそれの別行というかアンバー、うん、アンバー、はい、アンバーが欲しい、ね、だからそれめがけて、うん、でもええよ。迷ってるぞ、ね、でも、はい、タートもやっぱいいブランドなんですよね。言ったらタートは高いですね。高いんや。アンネルとかのネットで単色とかだと、いいサイズが良ければ100万ほど、それサイズが良ければっていうのは どのサイズがゴールデンサイズなんですか。44とか46とか、なんか46が一番なんか日本人に合ってるみたいな、結構アーネルとかの場合は、うん、やっぱり44とかが一番こう需要のあるというか、はい、46、44あたり、44っていうのはこのあれですよね、このレンズのこの幅っすよね。レンズサイズ、レンズサイズが 44mm、が 4.4 センチっていうのが結構ゴールデンサイズというか、44、46がまあ、はい、3辺ですね。これでブラックで44、20、はいはい、これが、タートで一番人気のアーネル、アーネル、アーネル、ブラック、どうですかこれ、かっこいい、もうジャストサイズですね。あー、でも確かにこの外人のフレームって感じするよね、なんか、はいはいはい、似合ってますね。似合ってる、サイズバッチリっすね。いいっすね。まあ確かに何がちゃうんやろ。何がちゃうんやろ。なんかええっすね。なんかわかんない、なんかあれっすよね、油分とかも違うんすよね。素材感全然違うですよね。そうなんか、そうそうらしいよ。なんかこれがアーネルっていう、100オーバーしますね。へよし、これデッドストックで、まあ、珍しいサイズ。46もありますけどね。46、あ、じゃあいいっすか、そのかけ比べます。40と40はもう完全にちょっとやばい感じになる。なんかやばい感じになる。なんか俺これぐらい
やばい感じ。ああ、確かに。ちっちゃいわ、ちっちゃい。46だと、ちょっとまあ、色入れるんだったらちょうどいいかもしれない。ほうほう。ちょっと色入れるのがちょうどいいんですか。ちょっと色入れてギュッとなるぐらいがちょうどいいかもしれない。ああ、全然違うね。全然違いますね。でも確かに44やな。クリアで使われたら、そうですね。44で、これ46よ。それ46。これでいくらですか。これで120じゃん。120ダメですよ。簡単にかけさせた。121万。うわー、すごいな。ここにしかないんですからね。あ、そうなんですか。へえ。コーナーが、あの買い付け行くんですか。まあ、行ったりとか向こうのディーラーから直で送ってもらって。そうですそうです。なんか聞いたら、タート、当時何年ぐらいにできたんですか、タートって。40年代後半。タートっていうのはちっちゃい店なんですよね。そんなでっかくない店やったんですよ、メーカーとして。メーカーとしてそんなに巨大ではない、うん、だから多分その数をそんなに作ってない、うん、でアメリカっぽくっていうのは結構大手というか、そうです、最大手です、うん、そう。でもその代わり数作ってるから電動ストックも結構出てくるっていう、うん、そういうこと、そういうのです。前回聞いてるんで。そうですね。カメラこそ回ってなかったものの、はい、前回軽快なトーク合わせて、そう喋ってる。横流しも横流し。この辺とか何なんですか。この辺フレンチ、フレンチリテイシ。ああヨーロッパ。こいつはねヨーロッパ。ヨーロッパと聞いたらもう目がないんです。特徴は何なんですか、フレンチとアメリカ、その違いというか。フレンチの方がちょっとこう、うん、ハンドメイド感が強い、まあ、特に古い40年代、50年代とか、30年代とか、そのあたりちょっとハンドメイドの質感がよりちょっと強い。で、やっぱあれですね、やっぱデザイン性が、うん、あ、なんかね、やっぱなんか、ちょっとこれ、やっぱハードル高いのよ、確かに、この辺かけるっていうのは。この辺とかでも、すごいこう、ね、フレンチにしかないような、こう、作ってて。3ドットのちょっと変わったアバンギャルドな形で、あ、垂れ目みたいな。ちょっとこれ1回かけてみていいですか。これで150。やっぱりあのオーナーやっぱあのかける前に値段言うのやっぱり。めっちゃ分厚いな。めちゃくちゃ分厚い。ここがさ、こうなんかそのかっこいいよね、なんかね。かっこいい。モンスターみたいな。おお。でももうアバンギャルドな。どうすこれ、現場俺が現れたの。どんだけおもろいこと言うねん。なるよこれ、本当に。なかなかかけられんな、これは。なかなかっすね、これ。ね、これで、やっぱクリエイティブな仕事してる人で、うん、これかけれる人、なかなかやった、うん、なかなか。ハードルめちゃくちゃ上がるから。さぞおもろいもんを作るんでしょっていうことになるもんね。そしてよ、はい、ね、俺がもう推しのここアメリカンって感じ。あ、そうです、これ。ほら、へぇ、スタジアムな、スタジアム。え、まだ売れてないですか。俺がこの間つけたやつ。この前です、それですよね、これですよね、アンバーのこれ、はい、あ、それでした。かけますか。これは、サイズはサイズ46-20。46-20。はい、でこれちょっとコンパクトなんで、うん、うん、まあそのぐらいでも全然。どうですか。ああ、いいですね。確かに。ああ、いいっすね。44かけとかんでいい。いや、多分ないっすよ。44今ないです。ないですね、アンバーは。44がちょっとちっちゃいっすよ、おそらく。ああ、そういうことね。そうです。まあでも確かに今全然これで良さそう。確かに。これがね、ちょっといいんすよね。確かにね。バランスもいい。かこれは一緒？これもあのスタジアム？これエクスプローラーってことですね。また違うんすか？違いますよ。それも人気シリーズ。まあAO、あ、分からへんな。アメリカンって言われる。AO では、まあそれもこの間聞いてるけど。AO で一番人気っていうのは何なんですか？ AO で一番人気は、このセーフティー。お、違うの？また。これが結構人気高いですね。そのツートン、そう、違う、AO ってやつは、AO って秒の、あー、ここがダイヤみたいなんじゃなくて、そうです、そうです。へえ、結構人気ありますね。これ何年代ですか。これが、60年代。へえ、ちょっとそれ一回工場用っていうかインダストリアル用のメガネ。へえ、いいけどね。重いですね。ガラスのレンズ入って取る。あ、そっか、ガラスなんや。ガラス、
はあ。でもかっこいいですよ、雰囲気。めっちゃ重いよ、その、言ったら、あの、かけた感じ。それも変え、ガラスレンズは普通のレンズ変えれるの？変えれます、変えれます。じゃあ、もともと入ってるっていう。あ、へぇ。当時はガラスしかなかったってことですか？これ、目を守るためのメガネなんですよ。あ、なるほど。だから工場用ってこと。そうそうそう。へぇ。ちょっと分厚いですもんね。このツートンかっこいいのよね、実はね。でもちょっとまだ俺には早いかなって感じがする。いや、早くはないですよ、そんな。うん、なんかもう、うん。いや、なんかね、ちょっとちゃうねっていう。なんとなく俺の中で。なんか2個目買うならとか、やるけど、なんか。いや、すごい。ありがとうございます。すいません。え、エクスプローラーかけていいですか？これ、いいですこれサイズなんですか？これ44で、こっち 46？ これが46のエクスプローラー。そうです、そうです。で、これが44のエクスプローラー。これはそれは、スタジアムの44-24ですね。あ、じゃあ44あるじゃないですか。これ、れそうですね、44だから、こうブリッジが広いので、あー、そうするとずれてくるから。はぁ、あ、はぁはぁ。一回これかけていいですか？いいです、スタジアム。うん。ちょっと色もちょっと赤っぽいので。そうか、そうか。うん、どう？あ、確かに。確かに、ね、こっちの方がいいな。確かに。ちょっと赤すぎるかも。なんかここ広すぎるのかな。なんか。ちょっと目に近くなるんですよ。あー、色もほんでちょっと派手かもな。そうね、うん、じゃあこのエクスプローラーの44-20、うん、そうです。あー、はい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 、赤みが強い、うん、確かに、ね、ちょっと赤い、ちょっとエレガントな、うん、はいはいはい、うんうん、やっぱちょっと明るいかな、これ、うん、明るいは明るいですね、うん、これの黒もかけていいですか？あ、いいですよ。これエクスプローラーですか？そうです、はい、すいません。ちょっと縦幅があのスタジアムよりもあるので、あんねや、うん、ちょっとクラシックな、うん、あ、でも俺はそれが違う、黒っこよく見るの、確かにな、かっこええな、確かにね、これでさ、前俺前なんかさ、ちょっと、うん、がこれやったかな、なんかかけさせてもらった、あ、ストレッチベンツの、なんかここがこってやってる、これもかっこいいですよ、ジャガー60年これな、なんかサイドすごい、あのな、うん、いいっすか、すみません、ちょっと派手そうやけど、これな、実はね、かっこいいのよ、なんか、あー、かっこいいっすね、あ、いいっすよ、なんか横から見た時ね、うん、そう、実はなんかこれちょっとハードル高いかなと思ってんけど、うん、意外にいけるやんみたいな、意外にいけてると思いますね、うん、横がね、こう、うん、ちょっと前から見たらあれやけど、横から見たらね、おしゃれみたいな、かっこいいよな、いいよな、これも形いいのよ、いい、ね、うん、確かに、うん、横ちょっとですね、そう、これそんな嫌じゃないやろ、その、うん、そう、いやらしくない、いやらしくない、全然いやらしくない、確かに。店長さんかけてるメガネってなんかいいやつだったりするんですか？僕のやつはあのイギリス製のアンティークで、金無垢、うん、ソリッドゴールドの、うん、あのメガネなんですけど、うん、高いですよ、それ結構高いと思いますね、へー、もう105円、105円はまあこれアップされたら親父狩りになりますね、メガネだけ取られます。でももうスタジアムか俺もエクスプローラーか、うん、ジャガー、ジャガー、確かにな、うん、確かに、よ、この最初かけてところですね、アーネルは、うん、いや、いいんですけど高すぎる、アーネルの4020でいかがでしたっけ、130 1個目のヴィンテージメガネ130になりすぎた、さすがに天井です、そうです、それは、うん、いや、でもな、俺はな、やっぱこの色が好きなのよね、色このアンバーのこの別光の、うん、いや、かっこよかったですよね、その色、うん、これが129,000、そうです、そうです、ちょうどいい色というか、そうなんだ、なんか、うん、うん、これか、さっきの黒よね、ジャガー、うん、ジャガーの黒か、これか、これか、うん、で、エクスプローラー、エクスプローラーの黒っすよね、うん、これっすよね、それです、それです、うん、まあエクスプローラーもいいけどね、いいけどね、いいけどね、そうなのよ、いい、エクスプローラーいくらっす、これは、これで13万、あ、そんな、じゃあ、うん、ジャガーは、ジャガーは129,800円、だからもうほんまこの横一線、値段は、そうですね、
これが何年代ですか、この3つは。これが50年代で、うん、これ60、60、うん、はぁ、いやぁ悩む確かにね、三者三様の。そう、なんかさ、こう、なんていうの、面白さとかもあるやん、その、なんていうの、うん、やっぱ黒、これ一番シンプルで、エクスプローラー、うん、あー、そうね、そうですね、そう、で、ちょっとこっちは、うん、逆に振りすぎ、うん、ってなった時の、うん、このちょうどいい加減のスタジアムの、うん、別行、うん、確かに思います。まあ、それは単純に俺が最初からこれやってるってだけなのよ。ああ、うん、でいいよね。いいですね。でこれがジャガーの、このジャガーが意外にいいのよね。そうですね。でも 1個目じゃない気すんねん。まあね、でもそう、なんか、うん、2個目ぐらいがやっぱジャガー欲しなってきたなみたいな。でもヴィンテージですからね、ヴィンテージメガネって。そもそも、うん、メガネとして2個目というか2個目3個目な感じありますもんね。お前がヴィンテージ語るの。そんな間違ってなかった。間違ってないですね。言ってること分かるでしょ。うわ、どうしようかな。なんか俺はこれぐらいのなんか感じやったら、そんななんていうの、恥ずくないやろって。わかるよね。なんかそれ普通は黒やで、ね、普通は黒やけど、別行でもこのぐらいの暗めやったら、そう、そう、がっつり別行ですよって感じじゃないから。そう、このなんか横の色が俺渋いなと思うねんな。そんなに、うん、でもあれなんやったら、もうこの2点やわ。いや、これシンプルでいいねんけどな、うん、マジで、うんうん、で、フィット感もあるし、うんうんうん、いいねんけど、なんかちょっとだけ遊び心欲しいよね。そうですよね、せっかくなら、うん、そう、これもいいねんな、これもかっこいいねんな。いや、もうこれは俺もこれを買いに来たもん。黒と別光一本一本でやっぱり。将来的にですよ。将来的に2本あると便利だなと思ってから来ます。タートを一回見ます。俺でも別に買わすわけじゃないですけど、タートの44が一番かっこよかったです。どれ、いや、それ130とかですからね。どれでしたっけ。130、やっぱいいですからね。いや、これほんまに良かったな。やっぱ、わかった、広川さん、ちょっと違いが。確かに、これな、めっちゃな、めっちゃフィットすんの。確かにな、完璧ですよ、これ。いいですね、これ完璧っすね。完璧、確かに、確かに、確かに。何やろな、また、なんか違う気すんな、なんか。なんですかね、ここが細いんかな、カート。なんでしょうね、この形が完成されていますよね。これ太いじゃないですか、その、うん、これに比べて、うん、この、うん、縦幅、うん、この、うんうん、それもあんのかな。やっぱこの全体的なバランスじゃないですか。これなんで130なんですか。なんでこれ十何万じゃないんですか。ヴィンテージじゃなければあるけどね。あ、なるほど。ってことですよね。現行品で飲みますね。ああ、ね、ジュリアスタートで。はいはい、あ、今、ジュリアスタート、ジュリアスタート、そうです。あ、それ日本製で、日本製、サバエで作ってるんですよね、多分。おそらく、うん、それはやっぱ邪道っすか、オーナーからしたら。まあ、やっぱリーバイスとか、まあ、みたいなオリジナルとってことっすよね。まあ、邪道とは言わないですけど、対戦モデルよ。なるほど、そういうことですね。いや、これはかっこいいよ。いや、かっこいい、確かに。だからこれを目指してまた頑張ろうよってことね。結局ね、うん、でタート確かにな。え、人気はやっぱあれですか、世界的に人気はタートの方が人気なんですか。知名度はタートの方が、あ、そうなんや、うん、AO って実はそんなにあるんですか。いや、そうでもないですけど、やっぱ有名は有名ですけど、うん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 、やっぱタートは、まあ、やっぱ名前的には、確かにな、なんかそっちの方がちっちゃく見えたの。そうですね、うん、今の方がちょっと大きく感じますね、うんうん、サイズがやっぱ、うん、ってことですよね。でもな、まあでもいいよ。いや、いいですよ、全然、もちろんいいよ、いい、いい、ほんまに。いや、これにします。おー、はい、
これいただきます。いただきます。おめでとうございます。いいじゃん、そんな感じで。ありがとうございます。いいですね。なんだかんだ俺よう考える129,800円。これレンズ代入ったらいくらですか。レンズもしいいのにしたらまあ3万とか。ああじゃあ15万16万。なかなかの買い物。ほんますか。すみません、ちょっとリアクションしたくて。このチャンネル史上2番目ぐらいの。確かに22万のお前別賃以来のお前、あれそうか。ほんまや、なんかまひっちゃってるんですよ。まひってるな。でもなんかメガネってさ、昔からさ、はい、高いもんだっていうさ。そうですね。やっぱダウンタウンデラックスとか見てさ、あの翔平さんとかさ、はい、あの私服値段ランキングとか見ててさ、何百万みたいな、はいはいはい、もうこれメガネメガネとかいう、はい、もうじゃあもうそのさメガネなしにせえへん。俺子供心に思ってたんですよ。私服の値段のやつさ、メガネメガネ中尾明とかさ、これメガネだよもうとか、じゃあもうメガネ一回なしにせえへん思ってた。だからメガネは高いもんっていう、やっぱり。確かに、いやいいっすね、ありがとうございます。だそのうちちょっとサングラスも買いたいよ。うんうんうん、芸能人らしくね。芸能人らしく、うん、これあのあれあのケネディ大統領の人。あ、そう、AO ってケネディが、いいっすか。おぉいいんですよ。暗殺されそう。されそうかも。そうそうそう、これいくらっすか。で、33。はぁ、あ、何年のやつですか。60。はぁ、あ、デッド。デッド、箱付きデッド、そこにあります、後ろ。うわ、当時のさ、うん、確かに、かっこええな、これだけでも絵になるよね。タートもかっこいいですよね、この箱みたいな。このスリーブっていう、このペーパースリーブってこれ。そうそうそう、タートもこれ、なんかいいのよ、これも、うん、確かにいいよね。ありがとうございます。ありがとうございます、すみません、よろしくお願いします。ありがとうございます、連絡します。ありがとうございます。ありがとうございました。いやでもなんか良かったな、ヴィンテージメガネ。ましたね、勉強になった。でもタートのあの130万かっこよかったな。あれかっこよかったな。でももうオーナーには言われんけど、うん、あれはもう4420って言ったっけ、もうあれは俺現行品買うわ。買うなら、ね、安いねん、実はタートの現行品って。そうだ、安いねん、しかも日本製やから、はい、でサバエで作ってるから、うん、あのちゃんと技術は確かなのよ。なるほど、実は、うんうんうん、いや俺もマジで聞きながら持ってたもん。タートの原稿品買おうかな。でそれなあ、もし誰かに言われても、あこれね実は回ってないところで130万の買ったんすよ。来たな今。まあ、そっちから来たよね。来るねんな。来るんやな。来るとこ取れんかったけど。ちょっとトンネル入ってみてください。こっち。こっち。ちょっとこっち行こう。あっち行ってみようぜ。あっち行ってみようぜ。あっち行ってみようぜ。ちょっとあっち行ってみようぜ。トンネル行ってみよう。あ、来たやん、お前も。お前もまたトンネルから来たん。マジか、取れてなかったな。おいや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 、行け行け、どこや、あれこっち、うわ、ほら、え、もう行ったん。早っ、もう行ったんや。いるんちゃう？